ということで、本日ですね、キング666東海亭さん、東海2連戦目でございます。抽選が本当に、本当に番号出ないので、お願いします。お願いします。本当にお願いします。お願いします。はい、1番。奇跡起こるなり。お願いします。それでは、キング666東海亭さん、入場したいと思います。よろしくお願いします。それでは、行きましょう。全絶対行きます。動画では普通です。よろしくお願いします。ということで本日ですね、キング666、おめちゃめちゃテカテカなんですけど、キング666東海亭さんにて事前収録でございます。バイオハザードベンデッタですね、導入が先週、あ、今週の月曜日とかで、あのめちゃくちゃ寝台なんですけど、寝台初日に私取れませんでしたので、ようやく今日が日曜日なので、まあ1週間ですね、ちょっと空きましたが、最新台って言ったらいいのかな、行きたいと思います。バイオハザードベンデッタでございます。昨日ですね、私あの三重県の方で実戦がございました。来店実戦なんですけども、それでベンデッタを初打ちしたんですけど、まあ、前知識ちょっとはあったんですけど、あの新しい新解析とか出てるんで、ちょっと新しいことは解析サイト見ながらちょっとやっていきたいと思うんですけれども、まあ、ちょっと簡単にね、説明など入れながら、今日は設定判別もしっかりできるように実践していきたいと思います。よろしくお願いします。いちごゆいです。はい、ということでね、ベンデッタですね、非常にですね、抽選がよろしくないと取れない台ということで、本日が145名様ほどおりまして、16番というなんかいちごゆいらしくない番号を引いてしまったんですけれども、まあ、ベンデッタ取れたということで、もちろんベンデッタの方は打っていきたいなって思ってたので、4番だったらね、何も迷わずにバイオハザードベンデッタに来ました。まあとにかくね、この台難しいんで、なんか非常に昨日1日打ってて設定判別難しいなって私は思いました。大きなこう設定差があるところっていう数字がまだ出てないので、何も言えないんですよ、私も。だからまあいろんなね、ツイッターとかでこう情報が出てると思うんですけれども、そちらもね、参考にしながらちょっと今日は設定判別をね、しっかりやっていきたい。まあね、確実なのはトロフィーとか設定差が面が出ることが一番有力な情報ではあるんですけれども、まあ、設定差があるところっていうのが、まあ、ちょっと流れで今やってきますけど、その都度ね、話したいと思います。まあ、ちょっとこの動画がいつ公開されるか分かんないんですけど、動画が公開された頃にはもうとんでもない量の解析が出てるかもしれないんで、そこはちょっとご了承いただければと思います。なるべく早めにね、こちら停止してアップしたいと思います。熱い。一応レア役の役割としては、まあ、レア役からも AT の直撃抽選はしておりまして、まあ、直 AT になるので特に変なチャンスゾーンとかがないんで、めっちゃ分かりやすいゲームフローは。この台モードがね、 ABCD、天国、超天国のモードがあるのかな、でモードで管理されているのと、あと通常ではレア役から AT の直撃抽選をされているので、まあ、レア役から行くサイレントモードと、規定ゲーム数から行くアリアンスモードっていうのを経由して、晴れてね、ベンデッタモード AT の方に行きます。まあ、とりあえず朝一ですね、設定変更後は610ゲームかな、転職だって、あの短縮はされるので、あの朝はまあ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 美味しいとは思いますよ。あのね、本当に爆発トリガーマジでプレミアムベンデッタモード、あれやばいわ、本当にやばい。昨日私6900枚くらい出してプレミアムベンデッタモードを3周しました。で、ね、モードの、ね、推測もゲーム数の、全長ゲーム数とかで判別はできるっぽくって、まあ、設定判別で言ったらモード D の移行率と、あとまあレア役からサイレントモード全長ガセでもガセ含み込みでサイレントモードの移行率っていうのが今設定差あると言われてるんですけれども、こちらの移行率2つですね、見ていきたいと思います。私ベンデッタをね、導入される前、寝台でやっぱり打ちたいなって思ってたんで、ベンデッタの映画を事前にね、見たんですよ。あのね、めっちゃ面白いんだよ。ルベッカ可愛いの。原作っていうか、まあ、元の題材をさ、こう見てると、一応一連の流れとか、まあ、昨日6000回転くらい回したのかな、まあ、基本的に全てスロットの中で出る演出はほとんど見たとは思うんですけれども、いいところがね、いっぱい使われてはあるんだけど、あのね、もうちょっと AT 中の、まあ、ちょっと戦う前のシーンが映されてるんですけど、ずっとあれなんですよ、もっとね、こういうところ、これテロが始まる前なんですけど、こういうところとかね、ちょっと映してほしかったなって思う。私あんまりバイオキャラではないと思うんですけど、バイオの映画は映画とか見ますよ。チャンス目です。
私仲のいいね土方くん、まあ、バイオ多分結構打たれてると思うんですけど、トロフィーが出ない段階での設定判別とか単品でのバイオの判別、ベンデータの判別はマジで難しいって言ってたので、基本的に、枚数での示唆と画面での示唆が出るって言ってました。高設定だと、まあ、引きにもよるとは思うんですけど出るから、なんだろうな、通常時のこうモード移行とかで判別するのはなかなか難しいよとは言ってたので、まあ、出るんだと思います。結構ありますよね、スロットでこう示唆系が出ないと、鬼武者とかもそうだと思うんですけど、結構上だともう出るみたいな。さあシャイアントボードですね、強チェか弱チェ両方バンバン引いてたんで、ちょっとどっから移行したか分かんないけど、まあ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 いいでしょう。くー、3枚目、え、こんなにメダル持ち悪かったっけ。はい、610です。リセテンです。なにこれ、もうありえない。抽選は勝ったからね、今日はさすがにトータル勝たないといけないんで、いい一日にしたいと思います。まあこっから始まるんで朝一は関係ないです。はい、ということで皆様ですね、朝一から長らく大変お待たせいたしました。646部、おはてんでございます。リセットです。投資21本、ベンデッタモード行きたいと思います。はい、ベンデッタモード、この入りめちゃめちゃかっこいいんだよね。まあ21本なんでまだ前ます、全然大丈夫、1000枚でしょ、大丈夫です。はい、じゃあ行きましょう。ベンデッタモードですね、これ何するかって言ったら、もう特化ゾーンを持ってきてゲーム数とかを乗せて頑張っていくしかないんですけれども、 OK、 外れ2連投レイアフから特化ゾーンの抽選っていうのをしてくれてるんで、外れ2個が結構鍵ではある。あとはもう特化ゾーンに入ってから説明します。普通にね、駆け抜けっていうか、まあ、絶対1回は口元に入るんですけども、何回これをね、この40ゲーム以内の間で持ってこれるかっていうのめちゃめちゃ大事なんで、さあ行きます。一応これが特化ゾーンへのチャンスって言ったらいいのかな、乗らない時もあるんで、マシンガンと、ダチョウですね、まあ、左に書いてあるんで、まあ、皆さん多分分かると思うんで、そんな詳しくはいきません。バレットをね、とにかく子役を引いて貯めて、ダチョウを撃破せよと、子役を取り、あ、うまい、これ挟み撃ちすんのやめるね、動画で2冊になっちゃうんで残念。170バレットで私はダチョウを倒せるのかとまあ無理だと思います。くらいね、バレット、お、いったわ、うまい。しかもボーナスで、しかもっていうか、まあ、ボーナスなんで、ここから残りのバレットで25枚ずつ上乗せ抽選か。 OK、 うまいじゃん、125、もう1個、うん、OK、 125円でバレットボーナスですね。はい、素晴らしい、まあ、こうやって突破ゾーンのへのチャンスゾーン、クリーチャーバトルを持ってきて、ゲーム数をはボーナスを持ってきて、壊していくといった感じになるので、好きな景気としてはやっぱもうゲーム数を直でバーンと乗せるということかな。でその間にこうやってボーナス引いたりして枚数重ねていくといった感じでございます。まあ、順当もね 2.0 2.0 か2枚なんで、そんなに早くはないんで、まあ、地道にって感じです。はい、ラストです。125枚獲得のトータル169枚の、30、でかいな、30はもらったんですけど、ありがとうございます。だいたい5ゲームとか10ゲームなんですけどね、まあ5ゲーム以上で、ベンデタモードに入ったら絶対に音楽をこの音楽に変えてください。マジで神曲なんで。ラスト、なんか渋いな、まあ400枚、まあ、割りはいいですね。メルで、勝利抽選してますね。強チェは勝利濃厚らしいです、タイトル普通。え、ベル引いてくれ。あ、OK、割とバリアでベル引き続ければ勝てるイメージある。いやでもチャンスアップ入んないわ、うわ、ハマったからワンチャンリベンジモードみたいなのあるかなって思ったんですけど、クラゲそうですか、399枚セットです。リベッカー、サイレントモードに移行した、フリーズしない、チャンス目引きすぎなんだよな、なんか全長中に、まあ、スイカからずっと煽ってた間に
ジャクチェとチャンスミ弾いてるんでちょっとわかんないんですけども、一応本戦闘中のエア役での書き換え抽選はあるからってことを考えると景気がちょっとわからなくなるね。エンドばっかり、なんだよサイレントモードかよ。はい、423アリアス、めちゃくちゃゴリゴリの通常 A モード A。 誰だった、あ、ライオン時計の機体カットイン入ってクリス、あ、当たった、多いんきゃ、かわいいレベッカ。442ゲーム、多分通常 A だと思うんですけどね、200、400で来てるんで。待って、セスター行きまーす、2回目ベンディットモード、はい、ちょっとね、回収したいんでミナルをですね、頑張ります。これはモロタみたいなの、はい、クリちゃん、あー、ここの霊薬爆発いかんね。これ強チェリーだったら最上位の組み合わせもらえます。うわ、あるよマジで。ちょっとさ、ミニリールでさ、もう2冊していい、上段に止まれば、最上位の組み合わせです。もらった、素晴らしい、これが最上位です。私これ乗せられませんでした昨日はい、いきます、お願いします。 OK、 マジでここめっちゃ叩きどころだ、お願いします。全部500で10ゲームあるんで、とにかくこれライフ欲しい。なんでだよ、え、やばい、ちょっと待って、あと6ゲームナビ出てくれ、本当にナビはどこに行ったんですか、これ絶対倒せないんだけど。 OKOK、 ライフをくれ、もういい加減にして、本当に、2連続でやるの、ちょっと待ってね、本当に無理だよ絶対にそうだって笑っちゃうんですけど、これ最上位ですからね本当に。いや、どうにかちょっと待って、これトータルやばいことになるよ、25枚なんですけど。ちょっと待って、68枚って何なの何これ私大丈夫、これこの動画になるかな。サイレントモードだけはすごいんだよね今多分。ね、チャンス目、成果外れのチャンス目からいきましたね。わっちゃわっちゃわっちゃ、あっ、やっと初めてのサイレントモードで当たりました。ね、サイレントモードトータル8回入ってるんですよね。1350ゲーム累計回せてめちゃめちゃ軽いんだけど、ただほとんどが強役からいってる、はい、いきます。3回目のベンデータモードです。投資1本追加しまして、28本、参ります。あ、全然始まんないんだけど、何こういうゲームだっけよし、はい、3回目ですね。もうちょっといいところを作るので、あのクリーチャーバトル頑張ります。本当にゆく、馬長のマシンガン、うわ、え、レオン、あ、一撃は乗せ、100でかっ、190でしょ、ライフください、出る、うわ、うまー、天才がいたんですけど、さすがにさっきのさ最上位の組み合わせさ取れなかったからさすがに取るよね。でライフをもらって100をもらう、これはさすがにボーナスいける。いちごゆい、プレミドルバット、ナイス、50、へー、うまい、やばい、ツケが来てるよねちゃんと。さあプレミアムベンデタモードやろうと、これも取りに、まあでもこれだけあればいけるでしょ。何個バレたんだ、475、さすがにね200くらいでいきたい。
そろそろもうそろいけるでしょ。え、190バレットくらい今残ってるんで、ここから25枚落ちて300バレット持っていきたいと思います。いけ、 OK、 125、もう1個、もう1個、あー、いかないか、125枚少ない。まあでもボーナス取れたんで全然 OK、 ラストです。127枚のトータル171ゲームです。いや、取れるでしょう。330バレットです。大丈夫、自分を信じて頑張れ。100残しでいこう。燃えるよこれ。ちょっと楽しくなってきちゃった。お姉さん楽しくなってきました。25乗せろ。100枚ね、取れるんででかいよねということで、104枚、トータル361ゲーム、ラストが45ゲームです。あれ、うわ、取ってないわ。アーリアス頼む。いいよ、さすがにこれは外せない。ベールを引いておきたい。 OKOKOK、 アリアス強いから、この映画でマジ強いから。いやいや、さすがにね、それかませずでしょこれはね、はい、大丈夫。怖い怖い、本当にやめて。今から1500枚出すんだから。復活復活、613枚とりあえずね。カマー星人来い。ダメだ、621枚、少ない。いやでもね、サイレントモードがねちょっとね気になるところであるんだけど、まあ厳しいだろうね、なんか今日の取材的に。末尾とか店内 10%56% とかなのかなとは思うので、まあ、1、2%見てちょっと店内見たいと思います。嬉しいんだけど、なんかもう天国で当たるっていうこの行為だけで嬉しいですね。83ゲーム天国当選です。投資が持ち玉に行ってますね。まだ570枚あるので、マジで1500枚に出るよ。あと1000枚、出てった。もう8、下手くそすぎんだろもう。878枚、クラゲ、はい、133ゲーム。ね、チャンス目からのサイエントモードで当たってんのかな。でも天国だとは思ったんだけどな。50で陣中来たでしょ、だってそうだよね。わかんない、これがなんか天国で当たってるけどサイエントモードで演出したっていう可能性もなきにしもあらずじゃない。そういうのあるのかな。じゃあチャンス目引いてるかちょっとわかんないんですけども、いきます。はい、いきます。本日5回目ですね。579枚、クラゲ。ですね、店内がちょっとね見えませんので、まだちょっとベンデッタの方続行したいと思います。で、一応ちょっとマイスローを抜かせていただきますとですね、総回転2013ゲーム回ってるんですけども、サイレントモード移行率が135分の1。なんだこれ。ただそのね、何の役から言ってるかっていうのがちょっと解析出てないから何とも言えないんですけど、伸びないんですよ一撃が。本当にこれは弱チェからサイレント移行してる。ちょっとサイレントモードめちゃめちゃ入ってるから、何なんだろうっていうところでちょっとばかり難しいよ。あ、サイレントモードあるね。はい、多分今日チェリーから来てます、ね、345、ごめんなさい飛ばしました。345、多分モード B にいたのかなと思います。投資が追加しまして29本です。いきます。本日5回目6回目、イエス。いや、ハマってないけど、アリアスモードじゃなくてリベンジモードだっけ。飛べー、マジで。いや、ノラで出てきた
かもしれないけど、リベンジモードがいい。全然ハマってないけどね、300いくつだけど。さすがに勝ってくれ、これは。おい、あれ、これまだ終わってない。おい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 、さすがにカマー星人でしょ、これこそ。ちょっと待って、130枚、やってられないかもしれない。フリーズして、うわーもうやだこれ多分スイカからいってますね。めっちゃくちゃサイレントモード入るわ。お、当たった。今日2回目のサイレントモードから当たりです。はい、489ゲームサイレントモード中にチャンス目を引いてしまったから、これが種があったのかなかったのかちょっと分かんないですね。がっかりやった可能性もあるから、投資が41本です。もう分かんないです、どうしたらいいのか分かりません。本当に厳しいですね。何これ、もう勘弁して。アクセルパスさん、やばいよねこれ。ちょっと待ってね、1回もう A の天井は行ってないんだ。ただ A には行ってるんですよ。サイレントモードがすごいんですよ。さっきツイッターでそのサイレントモードにめちゃめちゃ入りますけども、発展判別無理じゃないですかみたいなツイートをしたんですよ。そしたらまあ解析が出てないから、みんなこうマイソロとかをね送ってくれたんですけど、あの設定後のデータのマイソロを今送っていただいたんですけど、サイレントモード全然入ってない。9000万回転近く回ってるんですけど、あと終了画面も何も出ず、枚数の下だから333 3以上が出ただけって言ってて、だからまあ突破率に種があるかないかにはちょっと差はありそうな感じはするけど、突入率はなんかもうおまけ程度でいいみたいな感じで言ってたので、とんでもない引き強が発動してサイレントモードに入りまくる台っていう解釈でよろしいでしょうか。ということで、もうじゃあ次の AT でやめます。ね、サイレントモード137分の1、無理ですね、判別できません。でもまあ分かんないけど、やめます、台探します。いちごゆいです。移動先が見つからないっていうか、まあ角も高いしちょっと見えないですね、今日は。なんかイニリーがちょっと、あ、そうだ、これスマスロじゃないんだ。ということで、A の消防隊、行きたいと思います。3体設置なんで、ワンチャン前傾とか今日やるんじゃないかなと思ったんですけど、まあ、こいつも判別が難しいので、下手に触れないけど、ちょっととりあえず、まあ、秋台、1台ね、AI さんで打ちます。難しい。あとは、ブブブが今日は強いと思うので、もしかしたらそっちに振り幅大きかったりしたら、他が厳しいっていうこともあるかもしれないんですけども、あの、ね、何をやってるか私全然わからないですね。なんかこれ悪口とかじゃなくて、何のあの末尾なのか並びなのか前傾なのか、まあ、どれかからこの取材の中でやるっていう感じの取材が入ってるんですけど、難しい、まあいい意味でね。ちなみに投資がもう5枚目なんで、本当にあのとんでもない裏にストックがありのマジで、あのアドラバーストくらい入れる勢いじゃないと間に合わない。いや、あのベンネッタもね結局わからないけど、まあサイレントモードちょっと弱すぎました。突入はめっちゃ良かったけど、なんか上だと結構当たってる感じはするので、 30-40% くらいはありそうなんで、私何パーだと思いますか。 13%。 昨日勝った分すべてさよならしちゃいそうなんですけど、7枚目、あー678、お待たせした、もうビッグで、いやー、こっからマジで電動車通せないと、てか AP 棒引かないとマジ一生終わんないわ、本当に終わりが見えません。えマジで頼むわ、ここ持ってこれなかったらもう10万だね。頼む、ちょっと暑いかもしんない。いやね、ガセもあるんだけど、もちろんまあ
球出場の方の遠征に行くのはちょっとだけ暑いかもしれない。ちょっとね、ちょっとあんまり期待すると辛い思いをする可能性があるので。早いな、白ワンチャンある、赤、いやー出会いやくちゃうんよここで。え、いやーないか、もちろん電動車なしか。あ、長いって本当に、ピボです、お待たせしました、近いのだけど。はい、ということで、通常1号の区間だけ1200円回しましたね。いきます、お待たせしました、顔テカテカやっけ投資が73、いきます。本当のアトム来い、第8以外で、いやマジでちょっと頼むわ、とんでもないくらい出すわ。まああの着実に行くとするんだったら、やっぱりしっかりこの1回目の AA チャンスでボーナスを引いて伸ばしていくことが大事なんですけど、ギャンブルを選ぶとするんだったらここを外して2回目の AA チャンスを最後のストックだと思いながらそこで確実に当てていく。ちょっと強そうだね。で裏を持ってきてしまったらもしかしたら半分くらいはまくれる可能性があるから、でその間にアートラを持ってくればいいんでしょ。ギャンブルの方行くのか、なるほどね、やっぱ1号ユニット一緒だこの台は。あでも最後まで分かんないから、あーちょっめっちゃ熱い、これ多分変換しないか、あラスト0でしっかり煽り入ってるんで多分弱点から当たってんのかな。そうだね、はい、取ってんのかどうな、弱点リーカーですね。まあいいや、アクセル、ビッグボーナスです。今日は多分久しぶりにメダル出るわさあインフェルノでぶち上げていこう、テンション上げていこう、こんなんじゃね出るメダルも出ません。はい、さあラスイチいきますね、ラスイチだと思っておきますね。こんなに投資したんだからさ、ここでねスルーしたらマジでありえないくらいやばいよ。よし、え、危ない、はい、アクセルアクセル、マジでアントラ入れよう、本当に行くか、よし行きます、まだまだ続いてください、それを祈るだけです。さあ早いねいいよ、いやー頑張りたいな、アドラバーストやりたい、今しかないよやるときは。はい、オッケー、チャンスアップ、そっちかー、いける、いや取ったでしょさすがに、はい、反撃しろ、まずい、変換して、あーさあ、よし、OK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 、やばい、本当に、ダメだって、抜けちゃダメだよ。一応浅草ステージだけどもこれ裏になかったら終わるんですけど、本当に絶望、ちょっとねあの演出がストック演出
スターエースがいっぱいあるから、とりあえず強いのは玉木だから。あるね、もう一回。どう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 。ないオーラを感じてしまったんですけど、とりあえず30ゲーム中くらいまでは。本当にいってんの、こんなに頑張ったのに。まずいっすね、本当に。どうしよう。あれ、すごくね、まだある。ほら、棚一本しくらい。ベル、あれ、あるんちゃう。なんか絶妙になさそうにするのやめてほしいな。あった。しかも第2回ソースタート、マジであるぞこれ、裏にいっぱい。頼む、アドラアドラ。これでプラスで、まあこれボーナスをもちろん持ってくるんですけれども、ラッキーつけめられとかだったらめちゃくちゃ嬉しいな。ちょっと今鳥肌すごいんですけど、全身に頭まで来てる。とりあえず変換してくれ、マジで頼むから。オッケー、強い。イエス、変換赤でしょ。そっちなんだ。ああさあ、ダメか、強いと思ったんだけどな。ナイス、素晴らしい。頑張れ玉木。あー、ほんと本格的にやばいわこれ。どうしよう、誰か。素晴らしい、素晴らしい。あぶねー、これラッキースキル来んじゃない。これマジでチャンス来たんですけど、第2回ソースタートのラッキースケベラレなんで、まあスケベラレだと裏にね複数もしかしたらあるかもしれないみたいな、てかあるんです。だからめっちゃあるかもしれない。頑張りどころ来ましたね。はい、163枚獲得のトータル558。いやー、こっからちょっと期待ですよ本当に。何個出てくるかなっていう。前ない日、自分がもう無理だなって思った日はマジで本当に未練打ちをしたらダメだって思う。絶対なんか、まあ、来るためにとかなんかね、もうねそのね日のコンディションでダメだなって思った時はマジですやめた方がいい。タコ負け先輩からの助言です。その日にね負けた金額をその日に取り返そうとしたら絶対に破産する。まだある、危ない。下手くそすぎるんだよ。そう、毎チャンス毎チャンスやっぱボーナス引いていかないと引けるもんも引けん。アドーラなんて一生引けん。あるね、あるね、いっぱいある。あーさ、ナイス、エクスカリバー。てかアクセル欲しいわ普通に。はい、いいっすね、702枚。頑張れー、ゲインチャンスあるわ。てかめちゃくちゃある気がするんだけど。待てよ、これはもしかして始まってるかもしれない。こんなにいけないの私、コブイが。いや、まだある。もういつもこれが最後だと思って気合いのボーナス
もうめちゃくちゃ小ぶり引くわ。おお、コット素晴らしい。エクスパーリバーいいね。そろそろアクセルいいんじゃない。アクセルでレア役か。ビまだまだいっぱいありそうな気がする。867枚、これすごくない？もしかしてとんでもないことになってる可能性ある。いきます。OK、 素晴らしい。リザルト満枚表示いきます。最初に来るのが、A チャンスの抽選、次が一次の抽選、次が新羅万象の抽選ですね。ジョージェリー大きい順にね、小さい順に、大きい順に、割が大きい順に。さすがに何かしらは取れると思ってる。ジョージェリー、チャンス、マジ魂界あるぞこれ。4000枚だからね。アクセル選びっか。まあ、枚数が増えるからいいんだけどね。はい、1317枚。え、マジで頑張ってると思う。ボーナス10回連続引いてんだよこちら。出歩けない。まだある、まだ舞える、まだ始まったばっかだわ。10連で終わってしまうのか。いや大丈夫、まだある。あ、サクサ、やばい。いやー、ちょっと待って待って待って、まだ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 1000杯ちょっとしか出てないからね、本当に頼むっていうことを言ってると結構来てくれる率が高いので、めちゃめちゃ お願いをする。やばい、終わったんじゃないこれ。あと10時目引いて変換しちゃったらもう終わりだ。もうこれで多分全てわかる。やめてよ、もう十分なんだけど普通の人からしたらね。でも 80K を投資してる身としては全然足りないんだ。まあもうなさそうなんで、お金派手、派手じゃないや、余計なことしてね、また全部飲まれちゃって、もう回収なしです。余暇はいいと思うので、まあやめたいと思います。なんだろうな、お店の状況的に多分永遠の島なさそうではあるので、まあ未練とかなく、まあ結構ボーナスも引いてるけど、まあ確定が出てないっていうことは入ってないと思うのでやめます。ありがとうございました。ちょっと尺的に、動画的にちょっとやばいかなと思うので、なんか撮ってるかもしれないので、皆さんチャンネルはですねそのままで願います。ありがとうございました。ゆういちごでした。もっと頑張ります。抽選両番引いたのになんてこった。ああ。